西インド諸島海賊総統作戦は19世紀前半にアンティル諸島とその周辺海域でアメリカ海軍が海賊の殲滅を狙った作戦である。1817年から1825年、アメリカ海軍は主にキューバとプエルトリコ周辺の海上取り口で海賊の追跡を続けた。1825年にロベルト・コフレ氏を捕まえた後、 海賊の行動が稀なものとなり、作戦は成功と考えられた。ただし、20世紀に入っても、そこそこの海賊行為は起こっていた。1800年代初期の西インド諸島アメリカ海軍と密輸艦主体の艦船は、1822年までの数年間、カリブ海とメキシコ湾で海賊と奴隷貿易を取り締まっていた。1822年には専用の船体が、 結成された。1821年9月にアメリカの商船3隻が海賊に攻撃されて捕まえられたことでアメリカ合衆国議会はジェームズ・ビドル海軍大将にカリブ海を対象とする船体結成を認めた。その船体はフリゲート艦2隻、コレベット艦2隻、スループ・オブ・オー2隻、ブリッグ艦2隻、スクーナー4隻で構成された。 宝艦第158号と第168号の2艦も加わり、兵員は1500名以上になった。この艦隊が派遣されるまでは、艦船の単独行動が行われていた。アメリカ西インド諸島船体の存在した数十年間で、スペイン、ベネズエラ、キューバ、プエルトリコの海賊との対決を続けることになった。その行動の多くは、 海賊船を沈めるか捕獲することで終わったが、海賊が海岸に逃げてしまうことも多かった。西インド諸島の海賊に対する作戦に最初に従事したアメリカの艦船は、スクーナーのアセスエンタープライズ、アセスノンサッチ、アセスリンクスと包艦の158号、168号であり、1817年から1822年まで動員された。これらの艦船は、 すべて単独で行動し、船隊が設立されるまで指揮官がいなかった。この時期の海賊の多くは、ラテンアメリカのものであり、死略船を兼ねていた。スペインに対する革命が広がり、革命政府もスペインも死略免許状を発行した。死略船はアメリカ商船を捕獲し、その乗組員を攻撃することが多かったので、海賊と呼ばれることになった。 1819年、アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・モンローが、フリーゲート艦、アセス・コンステレーション、コルベット艦・アセス、ジョン・アダムズ、アセス・ノン・サッチの船隊で、オリバー・アハザード・ペリー大将をベネズエラに派遣した。ペリーが受けていた命令は、ベネズエラ市略船に捕獲されたアメリカ商船の返還を要求し、二度とアメリカ商船に対する市略行為を、 行わないよう保証を取り付けることだった。ペリーはその任務を完遂して、条約が8月11日に調印されたが、そのキ路にトリニダード島で、大熱病のためにペリーが救世したので、合意が取り消された。1817年12月22日、ジョン・アダムズが海賊のルイ・オーリーに対して、フロリダ州アメリア島の基地を明け渡させた。後に、ジョン・アダムズは、 ビドル大小戦隊の帰還になった。1820年までに海賊や死略戦との敵対関係が強くなり始め、アメリカ合衆国の艦船が何度か海戦を行ったが、この年に全部で27隻のアメリカ商船が捕まっていた。1818 18年から1821年の間にアセスエンタープライズはまずニューオーリンズ戦隊で後に 西インド諸島船体で従事し、13隻の海賊船と奴隷船を捕獲した。1819年10月24日、JR マディソン海軍隊員の指揮していたアセスリンクスがメキシコ湾で2隻の海賊スクーナーと2隻の船を捕獲し、11月9日にはガルベストン湾で別の海賊船を捕まえた。 アセス・リンクスはジャマイカに向けて航行していた1820年1月に行方不明となり嵐のために沈んだ可能性がある。その乗組員の誰も見つからなかった。1821年10月、アセス・エンタープライズがキューバのアントニオ・ミサキ沖で航行している時に4隻の海賊船に捕まえられていた3隻の商船を救うことになった。ボートが降ろされて、 海賊を攻撃し、結果的に40人以上の海賊を殺し、2隻の海賊船を捕獲した。その1ヶ月後、エンタープライズはアントニオミサキ近くの海賊基地を攻撃し、その地域の海賊を一掃した。1821年9月、アメリカ商船3隻がキューバのマタンサス沖で虐殺された。1隻の乗組員は拷問され、その船は火をつけられたが、 生存者はボートで岸までたどり着いた。二隻目の商船では三人が殺され、三隻目は乗組員が乗ったまま焼かれた。この事件が海賊総当作戦を継続する主要な理由の一つになった。アセス・ホーネットは1821年10月29日にモスコーという名前のシリアクスクーナ船を捕獲し、12月21日には戦わずして、 海賊船を捕まえたが、その乗組員は岸まで逃げた。1821年12月16日、アセス・パーポイズのジェームズ・ラメージ大員がアントニオ・ミサキ沖を航行している時に、商船、ブリーク・ボリーナを含めて機船5隻を発見した。海賊のいくらかは岸まで逃げたが、多くは抵抗したので、アメリカのボート5隻が海賊船5隻を焼いて破壊した。 ボリーナは解放した。その報告書によれば、海賊3名が捕獲され、数名が殺された。1821年秋、ジョン・エルトン大尉の指揮するアセス・スパークがボストンを出港し、大海賊作戦に割り当てられた船隊に加わった。1822年1月、エルトンは、オランダの国旗を掲げていた海賊のスループ船を捕まえた。 七人の捕虜を裁判のために、チャールストンに連行した後、スパークはカリブ海に戻り、その後の三年間任務に止まった。この時までに、西インド諸島戦隊が公式に結成されていた。板の歩行、ハワード・パイルがアメリカ海軍が海賊に対する作戦を始めると、イギリス海軍も即座に追従し、独自の西インド諸島戦隊を創設した。 1822年と1823年には、イギリス海軍と海賊船の間に、重要な海戦が3回起こった。1822年3月、アセスエンタープライズのボート乗り組みが、アントニオ岬に近いクリークで2隻のランチと4隻のボートを捕まえ、3月6日にはさらに8隻の船と150人以上の海賊を捕まえた。1822年7月、 ウィリアム・スミス船長のイギリス商船がスペインの海賊スクーナーエーマヌエルに乗っ取られた。この海賊はイギリスの指揮官に板の歩行をやらせ、スミスが泳いで逃げようとした時に背中を銃で撃たれた。この船には船長の14歳になる息子も乗っていたが子供が泣き叫ぶのを聞いていられなくなった海賊船長がその頭を潰した。 アセス・グランパスは1822年8月15日にスペインの国旗を掲げたブリュック船パリアーマに遭遇した。グランパス指揮官のグレゴリー隊員はこの船が海賊船ではないかと疑い近づいていったが、その時にパリアーマが発砲したので、わずか3分半の戦闘が行われた。敵船に乗り移ると、海賊はプエルトリコから来たものであり、このような時のために、 私略許可状を持っていることが分かった。この許可状は偽物だったので海賊を拘束しキューバでスペイン当局に渡された。当時アメリカ合衆国には捕まえた海賊を投獄する権限がなかったので彼らをスペインに渡すのが通常の手続きだった。アメリカ海軍はスペイン領土に上がった海賊を追撃することもできなかった。1822年4月、 アセス・マケドニアンのデイビッド・ポーター大将は、指揮任務に就くと、その最初の任務として、キューバ総督、ドン・ニコラス・マーイ総司令官、及び、プエルトリコ総督との交渉に当たった。どちらの総督も、アメリカ陸戦部隊の上陸要請を断ったが、これと同じ時期に、アメリカ合衆国政府は、遠隔地であれば、西インド諸島戦隊が上陸させることを認めた。 1822年9月28日から30日、ポーター大将はキューバのフンダ湾で海賊軍を攻撃し破壊した。9月28日にはまた、ピーコックがハバナから約60マイルで海賊で一杯のボートを捕獲した。その日の午後、ピーコックは商船のスピードウェルと出会ったが、この商船はその数時間前に海賊に襲われたところだった。 ピーコックのスティーブンカッシン艦長はボートによる遠征隊を派遣し、4隻のスクーナーを捕獲したが、海賊の大半には逃げられてしまった。1822年9月30日、イギリス海軍 HMS 隊員ンが、商船、スループエリザを護衛している時に、ファームユニオンという鮮明の海賊、ファルーカに攻撃された。それに続いた戦闘で、イギリス兵が乗り移り、 海賊船を捕まえた。海賊10人が殺され、他の者は船を捨てて逃げ出した。1822年11月2日、密輸監視船ゆずくルイジアナが、アセスピーコックやイギリス海軍のスクーナー HMS、スピードウェルと共に、幅直きで5隻の海賊船を捕まえた。1822年11月8日、アセスアリゲーターのウィリアム・ハワード・アレン隊員が、5隻の 小船を人質にしていた敵のスクーナー3隻に対する攻撃を指揮していた時に戦死した。9月11日の海戦では2隻のスクーナーが捕獲され少なくとも14名の海賊が殺された。アレン隊員が戦死したことによってアメリカ合衆国海軍長官スミス・トンプソンはこの船隊に新しい艦船を購入することをポーター大将に認めた。 ポーターは新しく喫水の浅いスクーナー8隻、大型橋ケ5隻、蒸気駆動川船1隻、貨物用、スクーナー1隻を購入した。8隻のスクーナーにはそれぞれ大砲5門を搭載し、アセスビーグル、アセスフェレット、アセスフォックス、アセスグレーハウンド、アセスジャッカル、アセステリア、アセスウィーゼル、アセスワイルドキャットと命名された。貨物用スクーナーは、アセスで来い。 蒸気船はアセスシーガルと命名された。1823年2月15日、この新しい船体はアメリカ合衆国を出てキューバに向かった。ピドル大将も新しい行動命令を受けており、まず地元に情報を与えた場合に限って、人の住む地域に上陸部隊を送ることが可能になった。ピドルはまた海賊と対抗する他国の海軍と、 共同行動を取る命令も受けていた1823年3月1日、キューバの南でイギリス海軍の HMS、グレシアンがスクーナーのラカタを捕獲した。この時の戦闘で30名の海賊が殺され、100名以上いた族の中で3名のみが捕虜になった。1823年3月にはアセス・フォックスがプエルトリコのサンフアンに派遣され、 法的に免許状を発行された試略戦のリストとそれらに与えられた指示の詳細を取得することになっていた。フォックスが3月3日にサンフアン港に入ると砲台から発砲された。何発かがフォックスに当たり、ウィリアム・ H ・コック大員が致命傷を負った。ポーター大将は後にプエルトリコ総督からこの事件の謝罪を受け入れた。3月31日、 イギリス海軍の艦船隊員と HMS スラシアンが悪名高い海賊船長、カヤタのアラゴネスのザラゴサナを破った。搬送しながらの戦いとなったこの戦闘では、イギリス艦2隻がザラゴサナをキューバのマタ港に追い込み、ボートを下ろしてその海賊船を捕獲した。海賊10名を殺し、28名を捕虜にしたが、イギリス艦の被害は微小だった。4月8日、アメリカの アセス、ガリニッパーとアセス・モスキートがアメリカの商船を解放した。海軍兵は海賊二人を殺し、一人を捕まえたが大半には逃げられた。商船を攻撃するカリブ海の海賊、アンブローズ・ルイガーナ・レイが4月16日、モスキート、ガリニッパー及びアセス・ピーコックがキューバのコロラドス沖で一隻のファルーカを死認した。 ピーコックがそのファルーカを捕獲することに成功したが、乗組員は岸に逃げ、そのスクーナーの3隻を自沈させた。1823年6月アメリカのスクーナー、シュボレスが海賊に捕まった後、グランパスがその乗組員を救出した。海賊は商船に静かに乗り移り、衛兵を殺し、残っている乗組員は船内の隅に追い詰めた。 海賊が船内を略奪し火をつけたところにグランパスが到着し燃えている船から乗組員を救出した。その数日後、海賊が別の商船を襲ったがスペイン陸軍に発見され捕まえられた。6月にはアセス・フェレットの乗組員が海賊と小競り合いを行った。ある事件の最中にフェレットはマタンサス沖の浅い海で海賊船数隻を発見した。 フェレットはまずその原則の大砲で海岸沿いに逃げていた船の2隻を沈めた。水深が浅かったためにボートを使って残っていた船を攻撃したがアメリカ兵が近づくと海賊たちが発砲してボートに穴を開けたのでボートはフェレットに戻った後で沈んだ。フェレットの唯一のボートが壊されたのでその後は偵察行動をするしかなく海賊たちは岸に上がった。その日遅く 喫水の浅い小型船を調達し、ボートが沈んだところに戻って、海賊と戦おうとしたが、悪天候のために、作戦は中止された。翌朝フェレットは、イギリス商船と出会い、ボートをもらった。フェレットは再度マタンサス湾に戻ったが、前日に沈めた2隻の船が見つかっただけだった。1823年7月5日、 ウィリアム・ H ・ワトソン大尉が指揮するアセス・シーガルが、ハシケのガリニッパーとモスキートと共に、マタンサス沖で海賊と戦った。そこは、前年にアレン大尉が戦死した場所に近かった。アメリカ海軍の三艦は、キューバのある村近くで、75名が乗り組む、武装の厚いスクーナーに遭遇した。アメリカ海軍がその大砲で攻撃すると、そのスクーナーに着弾したので、 その船長は撤退を始めた。さらに砲弾がスクーナーに当たり、海賊たちは強行をきたし、海に飛び込んで船を捨て始めた。橋家がスクーナーに接近し、上官していた水兵と海兵が逃げる敵艦に一斉射撃を行い、その時にアレン、アレンと叫んでいた。海賊15名が岸までたどり着いたが、アメリカ上陸部隊に攻撃された。 さらに11名が殺され、最後に残った4名が、キューバの村人によって捕まえられた。全体で海賊70名が殺され、5名だけが生き残った。7月21日、ビーグルとグレーハウンドの指揮官が、キューバのカペクルスをボートで調査中に、機種からの狙撃を受けた。アメリカ兵はその母船に戻り、翌朝水兵と海兵を上陸させて、 敵来のいの砦を攻撃し破壊した。海賊は上陸部隊の攻撃を逃れたが、その基地は破壊され、数門の銃砲は除去された。ラルフ・ボーヒーズの指揮したアセス・シーガルが3月30日に海賊に捕らえられていた商船、スクーナー・パシフィケーションを取り返した。プエルトリコのカボロホにあるロベルト・コ・フレシの記念像西インド諸島船隊の歴史を通じて、 熱帯性の薬病がアメリカの軍艦で流行ることが多く、その場合は母国に戻る必要があった。1824年1月までに西インド諸島戦隊の大半が主に薬病のために呼び戻されたが、2月にはポーター大正式の戦隊がアセスファイアフライを機関として数ヶ月間の作戦に戻り、7月には再度北に戻った。この期間、 プエルトリコ海域の海賊が1825年半ばまで活動を強め始め、7月と8月には10隻のアメリカ商船が攻撃されたと報告された。この時はアメリカ海軍の数艦しか持ち場に残っていなかった。10月には船体の大半が持ち場に戻った。ポーター大将は1825年2月に任務を、と彼、メキシコ海軍に加わった。 これは1824年10月に、プエルトリコのスペイン当局が、アメリカのアセス・ピーコック指揮官プラット大を拘束した後のことだった。この月、海賊がデンマーク領、バージン諸島のセントトーマス島を襲撃し、アメリカ人の所有する企業から盗んだ5000ドル相当の商品を持ってカハルドに戻った。 このアメリカ人店主は、プラット単位にその商品の奪還を手伝ってくれるよう、頼んだ。10月27日、プラットは海賊に気づかれないよう部隊員に民間人の服装をさせて上陸したが、その結果スペイン軍に逮捕され、海賊行為で告発された。プラットはなぜ制服を着ていないか説明したので、スペイン当局は、単位の一人が、 大意の征服と任命書を持ってくることを認めた。持ってきたこれらのものを確認した後で、アメリカ兵は釈放された。ポーター大将はこのことを知ると、アセス、ジョン・アダムズ、ビーグル、グランパスを伴って、カハルドに向かった。そこでは11月14日に部隊を上陸させ、スペインからの謝罪を要求した。最終的にスペインは、 謝罪を公開することに同意したので、遠征隊は艦船に乗って戻った。アメリカ合衆国政府は、ポーター大将の行動に満足せず、軍法会議にかけた上でその任務から辞任させた。西インド諸島海賊に対するアメリカ軍の作戦は1825年に、勝利を宣言して終わったが、その後も時として、海賊行為は続いた。1825年3月、ガリニッパーは、 フリゲート艦 HMS ダートマスと、スクーナー艦 HMS ライアン、HMS ユニオンに伴われ、キューバの海賊に対する作戦行動を行った。アメリカ海軍のアイザック・マッキーバー隊員が、サグア・ラグランド川口で、敵対的なスクーナーに対する攻撃を指揮した。アメリカとイギリスの船隊はこの船を捕獲し、海賊8名を殺し、11名を捕獲したが、 自軍は一名が負傷しただけだった。翌日、別のスクーナーが捕獲されたが、海賊は逃亡したので、無血でその船を確保した。有名な海賊ロベルト・コフレ氏が3月2日にアセス、グランパスとスペインのスループ2隻に、ボカデル・インフィエルの沖で敗れた。コフレ氏は成功した最後のカリブ海海賊だと、みなされている。 コフレ氏が1825年3月29日に処刑された後、この地域ではしばらくの間海賊行為は減少した。西インド諸島におけるアメリカ海軍の作戦任務は1842年までにアメリカ海軍のホーム戦隊とブラジル戦隊に渡されることになった。ありがとうございます。